演舞開演。どうも、本日はこちら松風庵、いや、松風庵ですね、青木松風庵というお店の雪ミルクまんじゅう雪化粧というものを食べてみたいと思います。どうもこのお店、大阪や和歌山を中心に展開しているお店らしいのです。もし来られたら、お月にはぜひお越しください。で、なんかそのお店から手を宣伝してくれって言われてるみたいですね。これじゃあ、さーて、生地の触った感触は普通のおまんじゅうなんですけど、中身どうなんだろうな。見た感じは普通の白あんですよね。ではいただきます。そこまで強烈ではないんですね。確かにほんのりとミルクの香りはあんの中からするんですが、そこまでミルクが強く出ているわけではなくて、白あんのベースにあくまでしつつほんのりミルクを香らせている、そんな感じですね。なのでミルクを期待して食べるとちょっとかもしれません。あくまでミルクは風味付けといった感じですね。なのでこちらのテイストとしていただきます。白あんのおまんじゅう。冬ストーリー、穴の中なり猛吹雪。何のための装備だよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。